はい、いつもお世話になっております。半つぶチャンネルです。はい、今日はね、このアリ棚をね、ご紹介していこうと思います。はい。で、このアリ棚ね、最近作った、自作した棚なんですけれども、もともとはここに、冷蔵庫が置いてあって、で、使ってない冷蔵庫なんですけど、その冷蔵庫にね、アリを入れて飼育してたんですよ。はい。で、これとは別にね、もう一つアリの棚があるんですけれども、こっちの冷蔵庫がちょっとね、使い勝手が悪いというか、なんだろう、意外とね、収納できないっていうことに気づきまして、でね、冷蔵庫を捨ててしまって、でそこのね、冷蔵庫があったところにこの棚を作りました。はい、まあ、これね、結構コンパクトっちゃコンパクトなんですけれども、冷蔵庫に比べると収納力半端ないので、どんな感じで収納できてるか、またはね、どんなものを置いてるかっていうのをね、ご紹介できればと思いますので、早速見ていきましょう。はい、それでね、ちょっと引いたんですけれども、アリ棚の周りがね、かなり生活感がマックスなので、ここまでしかちょっと引けないんですけれども、一応ね、一番上の段と2段目3段目ってあって、でそのさらに下にね、大きいボックスが入るような、そういう収納スペースを設けてます。で、一番ね、下段はね、まあ、生活用品を置く場所になってるので、アリ以外のものですね、飲み物とか、あとはね、まあ、カゴとかを入れてます。はい、まあ、そんな感じで使ってますね。まあ、なのでね、本当に都内のね、狭い家に住んでるので、生活とね、いかに組み合わせてアリを飼育するかっていうところがね、すごい一番の課題なんですけれども、まあ、このアリ棚もね、うまく共存できてるんじゃないかなと思います。で、一番上にはよいしょ、こんな感じでちょっとね、小さいテレビを置いてます。はい、これはね、普段使うテレビじゃないんですけれども、ちょっとした隙間時間とかにテレビを見たいなって時にこれ使ってるんですよ。で、前もここに置いてたので、そのままね、今回もこの棚の上に鎮座してます。まあ、普段は使わないのでね、特に問題はないかなと思います。はい、てな感じで、ちょっとね、一段ずつ見ていきましょう。はい、でね、一番上がこういうね、備品類とか、あとは道具類ですね、そういったものがまとめられてます。はい、でちょっとね、見ていきますけれども、はい、まず一つはね、これですね。こんなね、ちょっとお菓子かなんかが入ってた切り箱にね、まとめてるんですけれども、これずっと利用してます。はい、で、まあ、ベビーパウダーが入ってたりとか、あとはね、絵の具類が入ってたりしますけれども、基本的にはそういう使うような道具ですね。シリンジだったりとか、あとはね、こういう細長いスプーンですよね。これも結構使えます。あと、こういうコンビニとかでもらえるね、スプーンなんかも結構使いやすいので、こういったのはね、用意してます。あとはね、小さい昆虫類をカットするハサミですね。これもね、ここに常備してます。あとはまあ、工作類ですね。ピーカッターとか、ハサミとか、ペンチとか、そういったものとか、あとヤスリとかですね。ヤスリとか、まあ、こっちの奥の方にはプラスドライバーとか、あとこの辺はね、アクアリウム用の用品ですけれども、こういうね、長いピンセットみたいなものもあります。まあ、こういうのもね、結構使ったりしますね。特に大きい飼育容器とか、底が深い飼育容器とか、なかなかね、手が届かないところに餌が放置されてしまったりするときに、こんなので掴んで取ったりしてます。はい、あとは、同じように、これはね、小学校の時から使ってる、これすごいんですよね。ずーっと使い続けて、もうだから何年くらいかな、20年以上使ってる彫刻刀です。はい、こんな感じでまだ現役で使えてますね。はい、まあ、そんな感じで彫刻刀とかね、あとはここに細々とした部品ですね。市販品を購入した時とかにこういうね、備品がついてたりするんですけれども、まあ、そういったものをね、なくさないようにするためのものをちょっとここに入れてます。はい、まあ、これはね、まず一つですかね。あともう一つね、ちょっとケースがあるので、それを持ってきましょう。これがね、もう一つのケースで、これ100均のケースなんですけれども、これがね、すごい使い勝手が良くて、こんな感じでいろんなものが入ってます。はい、これはね、皆さんおなじみの餌のお皿ですね。まあ、こんな感じで普通にペットボトルのキャップ、まあ、すごい大きいコロニー用ですけれども、こういうものをストックしてあったりとか、あとはね、ペットボトルを切り出してこういう風にお皿に仕立ててるのもあります。こんな感じですね。で、個人的にはペットボトルのこういうコーヒーとかペットボトルの、天然水ですね、サントリーの天然水とか、そういうのがねものすごく柔らかくて切りやすいのでおすすめです。またそれ以外にもねこういうしっかりしたものでも作れますので、はい、こんな感じです。こんなものはたくさん用意しているのと、あとはねこれですね。これはストローですね。以前ねタピオカストローで作ったのをご紹介したことあるんですけれども、今回タピオカストローが売ってなかったので普通のストローで作ってます。はい、ちょっとねタピオカストローに比べると使い勝手が良くないんですけれども、これでもね問題なくできます。こういう風にストックしておけば困ることはないのでね便利です。はい、そんな感じでね餌のお皿をストックしておくこういうケースを用意してたりとか、あとはね積み重ねられるようになってるのでこういうピンセット類とかね、そういうものも用意してます。はい、それからねあとはボンドですね。自分の工作でボンドめちゃくちゃ使うのでボンドはねたくさん持ってます。それからこれは綿棒ですね。綿棒もね意外とね使う機会があるのでこんな感じでストックしてます。で、あとはねここですね。これはもともと使っていたこういうキャップ類とかをね洗って捨てるんじゃなくてこういう風にしっかりと保管しておいてます。で、またね新たに使う時が来たらここから持ち出して使うようにできてます。それからねこういうコネクタ類だったりとか、あとはね整体を買った時についてきたものとかももったいないので残してます。こんな感じでねいろんなタイミングで使えると思うのでこういうねジャンク品的な感じでね残しています。こっちもそうですね。はい、こんな感じであります。これはね本当に積み重ねられて、でかつねこの棚とねサイズ感がぴったりなのでめちゃくちゃ重宝してますね。てな感じがね基本的には一番上の段になりますね。はい、で2段目からがねこちらが2段目 でこっちは一番下段なんですけれども、ここはもうね飼育スペースになってます。こんな感じでねアリさんがいます。まさにアリだなって感じなんですけれども、今手持ちで持ってるのがこれ多分ねヒラアシクサアリの女王ですね。寄生させてるんですけれども、ちょっと寄生させるねさなぎがたくさん取れなかったのですごく小規模なんですけれども、今こんな感じでやってたりします。ちょっとだけねどんなアリがいるかご紹介していきましょうか。はい、でこれはね、今年採集したベランダで採集した黒山アリですね。黒山アリにこのマーブル模様の石膏巣に入れて飼育してます。すごいね順調に飼育できてるかなと思います。いい感じですね。こんな感じで飼育してたりとか、あとはねこれはもう 3,4 年くらいずっと飼育し続けてる胸細アリのコロニーなんですけれども、これはこの試験管で飼育してるんですけれども、試験管の中に枝が入ってて、でこの中にコロニーがあります。で最近ちょっとねコロニーが発展しすぎてて、この餌場のところにもね今ちょっと見えるかな、たくさんアリが出てきてると思いますが、こんな感じでちょっと出てきちゃってるので引っ越し時ですね。はい、こんな感じで飼育したりもしてます。あとはねこんな感じで今ね持ち出しやすいようにこういう風に段ボールの上にアリのね飼育容器を置いたりしてるんですけれども、これね Amazon の段ボールです。 Amazon でなんか買い物すると段ボールの中にこういうちょっと四角形の段ボールが入ってるじゃないですか。あれがね結構使い勝手が良くてこういう下敷きなんかにしてます。で、それもねストックしてるので後でご紹介しておきますね。はい、であとここにいるのは、これも以前ご紹介したトゲオオハリアリですね。はい、こちらも順調には飼育はできてます。これはね本当に食いしん坊で飼育がね楽しい種類ですね。あとは今までねご紹介してなかったアリとしてはこちらにもいますね。これがねルリアリですね。ルリアリ、はい、こんな感じで飼育してます。石膏で飼育してますけれども無加水ですね。完全に乾燥して飼育してます。これが適してるみたいですね。であとはねこいつ脱走がものすごい得意でいつの間にかねこういうところを歩いてたりするのでちょっとね、蓋がね若干カパカパしてるんですよね。これが問題なんだと思うので、こんな感じで温湿度計を上に置いてね、しっかり固定して飼育してます。はい、飼育される際は結構脱走うまい種類なので気をつけてください。この辺のアリもね、いずれ詳しくご紹介できたらいいなとは思ってます。そんな感じでアリを飼育してまして、この辺にもねいますけれども、これはね縄四つ星オオアリだったりとか、あとはね黄色オオシバアリとか、いろんなアリがいます。はい、ちょっとこれ今出してみましたけれども、1234566、ここで6コロニー飼育してますね。あとはねこっち側にも、一番左側にもいて、こっち側もねほとんどご紹介したことがある種類なので、もうね省略しちゃいますけども、1個だけねこれをまだご紹介してないのがいたのでご紹介しておくと、これ最近採集したアリになりまして、これがねオオシバアリです。はい、オオシバアリっていうヒアリに間違われやすい南方系のアリですね。はい、これをねたまたまコロニーごと採集することができたので、今飼育を続けてます。はい、これもねいずれご紹介できればなと思います。はい、そんな感じで、ここのアリ棚で飼育しているのはこんな感じのアリが多いですね。もう一つのアリ棚に比べると規模がね小規模なコロニーが大半かなっていう、そんな感じです。はい、であとね、もう少しちょっと上にずらしますけれども、よいしょ、こんな感じです。はい、こっちの方がねアリがいなくて、備品とか他のものを置いたりしてます。はい、例えばねこれなんかは面白いんですけれども、これミカドオオアリに発泡スチロールを掘らせた巣になります。はい、今ねちょっと取り外しちゃったんですけれども、めちゃくちゃねかっこいいというか美しいというか、なんかアートな感じですよね。本当に芸術的で、こういうねアリさんに物を作らせるっていうのもすごい面白い試みなんじゃないかなと思いますので、またねちょっといずれ機会があったらこんなことをやってみようかなと思ってます。はい、あとはねこういうところはストック品ですね。餌場とか、あとはケースとかね、そういうもので予備として保管してるものになります。それ以外にもねいろいろとまだ使ってない飼育容器、石膏巣とかが置かれてます。はい、あとはこれですね。これはね夜間採集の時に必要なすごい強力なライトですね。何百ルーメンだったかな、ものすごい高性能なライトです。はい、こんな感じですね。やばいですよね。もう直接目に当てたら大変なことになりますので、こんなものもねアリの採集ではあったらいいんじゃないかなと思います。はい、あとはね本当にどうでもいいんですけども、こんな感じでねオニヤンマの模型をね作ったりしてます。この羽なんかはねすごいんですよ。これ湿布のフィルムでね羽を作ったりして、も本当に疑似的なものを作ってるんですけれども、自分ね山に行った時にアブに結構ねたかられるんで、それがちょっと嫌でこういったものをつけてます。はい、なんかねなかなか効果があるみたいですよ。はい、これ羊毛フェルトで作ってます。めちゃくちゃねクオリティは低いんですけれども、これくらいでね十分っぽいので、はい、こんなのも面白いのではい、どうでもいいですけどね。はい、ってな感じでいろいろと作ってます。はい、そんな感じですね基本的なところは。でちょっと引きますけれども、こういう風にねアリ棚のここの部分に少しだけね作業スペースをつけたので、ここでね簡易的に餌やりをしたりとかってこともできるようになってるので、これはね意外と便利でしたね。はい、棚にこういう机っぽいのを作ると、ちょっと実験室の机みたいな感じになって作業がはかどります。はい、こういうレイアウトもねいいんじゃないかなと思ってます。あと忘れてたんですけど、この辺のやつがまだご紹介できてなかったですね。これがねヒラタコクヌスノモドキっていうねミルワームの小さい版みたいな甲虫なんですけれども、それを今繁殖させてまして、いろんな飼育環境で今試しているところです。どんな飼育環境が一番アリの餌としてね使いやすいかっていうのをちょっと見てます。これなんかはねふすまを使ったりしてますけれども、基本的には全粒粉の小麦粉が今のところ一番調子がいいですね。はい、あとはね、通風を設けたり通風を設けなかったりっていうところをちょっといろいろ試してます。はい、まあ、今数千匹になってるのですごくもういくらでもね餌やりこれで賄えちゃうような状態になってるんですけれども、またね進捗があればご報告できればなと思ってます。あとはこの下段だけですね。はい、まあここはねちょっとね見せませんけども、これリュビア飼育してるケースですね。はい、こんな感じでここで入れて飼育してます。はい、それからこの中にはたくさんねチューブだったりとか、あとは両面テープとか、あとはねこういう活性炭とかね、そういう巣を作ったりする備品類ですね。そういったものをこの中に入れたりしてます。まあ、ストローなんかもあったりとか、あとはねさっきご説明した Amazon でね買った時に入ってるこういう下敷きみたいな段ボール、これもね使い勝手がいいので必ずここに保管してるようにしてます。はい、まあそんなところですかね。あとはケース類とかも入ってたりしますけれども、そういったところがメインです。まあそれ以外にあったらトレハロースとかね、そういうアリの餌となりそうなものなんかもちょっと入ったりしてます。あとはこっちですけども、よいしょ、こんな感じで、ここはね吸虫管の類ですね。はい、こういう吸虫管のアタッチメントノズル類とかが入ってて、実際に、はい、こんな吸虫管を入れてます。はい、あんまりね家の中で使うことそこまでね頻繁ではないので、こういう風にまとめてます。あとはこちらですよね。まだね自分ご紹介できてないんですけれども、スイーツパウダープロアリスさんのこれ商品ですけども、これね自分もね使い始めてます。はい、で今現状をご報告するとこれやばいですね。はい、とにかくやばいです。じゃそれだけ言ってきます。またいずれねご紹介できればと思いますので、お待ちいただければと思います。はい、そんな感じでね草とかも入ってるんですけれども、あとはねここにもともと自分が用意してるこういう粉物の餌とかが入ったりしてます。こっちもそうですね、これ自分で混合した蜜餌ですね。はい、主にてんさい糖が入ってるんですけれども、てんさい糖とか、あとはさっきのトレハロースも混ざってたりとか、あとはねプロテインとか、あとアミノ酸とか、そういったものが混ざってます。はい、メインはねてんさい糖ですね。はい、そんな感じなものも使ってて、でこれにね他のものを混ぜ合わせたりするとすごいね食いつきが良くなったりしていいんですけれども、ただねこれですよ、このスイーツパウダープロが家にやってきたら、もうアリさんねこればっかり食べるようになっちゃいました。はい、それくらいねやばいっす。はい、こんな感じでそんなものをね今この中に入れてます。はい、でこのねさらに奥にもいろいろと入ってたりはします。例えばね、まあこれラビットフードですけれども、あんまりこれね良くなかったんですが、これはデュビアの餌ですね。はい、デュビアの餌として使ったりしてます。あとはね中にこうやって入ってるんですが、これはねゼリーが大量に入ってます。まあ、メインで使ってるプロゼリーですね、 KB ファームさんのプロゼリーが入ってたりとか、あとはね他にもいろんなゼリーが入ってます。例えばねこんな感じで、まあ九十九里クワガタファームさんのプロゼリーですね、プロテインゼリーか、プロテインゼリーなんかも使ったりします。こっちはねあんまり匂いがないので匂い付けとかをしてあげないとあまりね食いつきが良くないんですけれども、こんなのもねありかなと思ってます。ただ個人的な話になると、ゼリーだったらやっぱりこのプロゼリーが一番、まあこれ単体であげるなら絶対にプロゼリーがおすすめです。はい、まあ、そんなのをねストックしてまして中に入れてます。はい、そんな感じですね。はい、ということでね、今回は新たに作った有棚のご紹介をさせていただきました。はい。で、もともと使っていた冷蔵庫に比べると、もうね、飼育環境といいますか、収納力っていいますか、まあ、そういうのがね、全て向上して、めちゃくちゃ嬉しいんですけれども、今度ね、こういう風に収納力アップすると、物をたくさん置いちゃいますよね。もう今すでにもうパンパンな状態なんですけれども、なのでね、ちょっと綺麗にするつもりだったのが、全然ね、そういう風になってないのがちょっと誤算でした。はい。まあ、ただね、すごく飼育しやすくなったので、これはこれでありかなと思ってますので、またね、いろいろと変化とかがあれば、この有棚を交えてね、ご紹介していこうと思ってます。はい。で、今回ね、アリについて紹介しきれなかったところもあるので、詳しくね、もっと拡大した映像とかでアリの生態についてもね、ご紹介できればなと考えてますので、またそれもね、楽しみにお待ちいただければなと思います。はい、ということでね、今回はこれで以上ですね。はい、こんな感じで皆さんも有棚作ってみてはいかがでしょうか。はい、ありがとうございました。Run away with me, 'cause you can't control